ラファエル・カレーラ、ラファエル・カレーラは、グアテマラの政治家、軍人。保守派のメスティーソのカウディージョで、グアテマラの初代大統領に就任後、独裁政治を行った。グアテマラ市の貧困地区で生まれ、正式な教育を受けることはなく、軍隊に入り1829年に除隊後、季節労働者となる。当時のグアテマラは、中米連邦に加わりマリアーノ・ガルベス政権は、 グアテマラ大司教の追放や教会財産の没収など自由主義的な政策を行い、1834年に、首都も保守主義派の画像だったグアテマラ市から自由主義派の画像だったサンサルバドルに遷としていた。1837年に、これらが流行すると、保守主義者はこれらが自由主義者による陰謀だという噂を流し、これを先導した司祭たちが、 インディオやメスティーソを動員した大衆放棄に彼らも加わりすぐに指導的地位につく。この反乱は、教会、保守派、農民の支持され自由主義派と戦い1838年に勝利した。1839年に独立国となったグアテマラを完全に支配し強力な保守統治を行った。しかし、1947年に起きた洪水を契機と、 する反乱で翌年、辞任し、メキシコに亡命するが教会と地主の要望で帰国し、内戦を経て1854年には、終身大統領に就任。教会は、植民地時代の特権を回復し、協議に沿った公教育が行われた。政治経済では、大土地所有者に有利な経済基盤整備に加担し、インディフェナに対しては、人頭税を廃止したが、着任当初、 共有地の変換と保護を部分的に進めたものの保護制度は確立せず彼自身も次第に白人エリート的生活様式に同化し結局クリオジョ支配に準じた政治体制に回帰した結果になった国外では1953年と1954にエルサルバドルとホンジュラスの自由主義政府を転覆させ保守主義体制を確立させ1856年の ウィリアム・ウォーカーとの戦争の際には他国と同調してグアテマラを中米連合軍の一員に加えた。1865年に病死し、以後グアテマラでの保守派の支配が終焉に向かった。ありがとうございます。